おはようございます。今日12月26日月曜日で今週も始まりましたね。いやー、もう本当に今年も終わりますね。だからよくなんか今年を振り返ってあなたにとって漢字一文字で表すと何ですか今年はみたいなのあるじゃないですか。僕何なんだろうなって考えた時にやっぱりちょっと漢字でも一文字でもないんですけど、デュオですね。DUO でデュオ。12時なんですけど、結果今30玉勝ちですね。ジュース1本買えるぐらい買ってます。いい感じ。そういえばなんか寝台入れ替えで時々デュオがなくなってました。左打ちです。お疲れ様です。今5時半なんですけど、結局いろんな台打ってプラマイゼロです。ていうか今月まだ前の収支だよな。やば、想定外だわ。いやガチで今月デリヘル行かなくてよかったわ。行ったか一回行ったか11月かな12月、まあいいや、もうどうでもいいや。もうお疲れ様です。あ急に暗くなった。結局終点乗り遅れて、はい、満喫止まってます。とりあえず明日一日打てるんで頑張りたいと思います。あ、メガネの輪郭だけ見える。やめろ、手抜け。おはようございます。今日12月27日で、一応イベントだったんで朝からちゃんと並んで193番だったんですよ。そんな人いるかと思ったら後ろに3人いました。やっぱいるんですね。2時半なんですけど、今日呪われてるわ。もうクイーンラッシュの 83% 継続のやつ入って、あーこれでなんとかなるかもって思ったら1回も当たらず駆け抜けて、はぁ、3万1000負けでー。幼稚戦記94%、 6% 引かなきゃいいだけ。時刻が9時50分ぐらいで、疲れた。3万1000負けですね。おはようございます。今日12月28日なんですけども、今日は忘年会がありまして、友達と。忘年会って言っても何を忘れるんだろうっていう感じですよ。
あ、そうか、9万負けは忘れてんね、確かに。クイーンと全く同じ展開。お疲れ様です。今3時半なんですけど、まあ、この顔を見てわかる通りすげえ今日も3万ぐらい負けました。あーきついな。なんなんだろうな、本当にやばいな。3万負けか。てかこの1週間多分13、4万負けてるんですよ。忘年会で酒飲んで忘れますか。忘年会前にちょっと飲んじゃおうかな忘年会を二次会にしよう。疲れて気持ちいい坂でした。北海道の坂普通だった。普通だった。あんま踊れない。いやなんかバントって言われたらあーって感じた。まあ勝たなきゃまずい。また残り6回転で当たりそうこのチャンネルもフィンです。いやまだまだ続きます。2万5000負けっすね。ああ、一応控え割 100% 以上の台だけ打ってこんなに負けれんのはもう才能だよな。 100m10 秒台で走れる人と一緒。才能です、才能。引き弱の才能があるんだな、僕には。ですね、3万2000負けです。いやー5000負けたしゃあない、6000負けたしゃあない、8000負けたしゃあない。そのしゃあないが連続で20回も30回も続くとしゃあなくなくなりますね。これポエムかな今9時半ですね、実戦終了。まあ最後なんかよくわかんねえ台で2万ぐらい勝って、今日は2万5000円負け。
この1週間16万ぐらい負けてるんで、今からちょっと16万円のハイボール飲みたいと思います。そういうわけで15万9850円のハイボールと150円のファミチキ、うめえな。15万。あ、これだから、150円分ぐらい飲むのかな。あー、しみる。今の気持ちをですね、とあるの上条東真君に言いたいと思います。不幸だー。まあ、スロット打てるだけで幸せですね。お疲れ様です。ですね、今日結局打てなくてですね、マックのチキンをちょっと安かったんで買ってきました。食べていきたいなと思って。マスタードですね。おいしい。グラタン風ソースね。おいしい。ガーリックバター風ステーキソースです。ああ、美味しい。うん、無糖ですね。ああ、美味しい。12月31日なんですけど、ようやく予定が終わりまして、今から打ち納めしまーす。今4時過ぎなんですけど、久しぶりに聴覚目出し入りました。150連ぐらいします。まあこんなもんなのかな。まあとりあえず9000円勝ちで久々の勝ちスタート。お疲れ様です。もう今日まだ8時なんですけども、まあ大晦日ですし、ちょっと、飲み納めもしたいので、ここら辺で切り上げたいと思います。今日は8000円勝ちでした。お疲れ様です。お店に行こうと思ったんですけど、お店がなかったんで、また公園で飲んで食べていきたいと思います。こちらが飲み納めのハイボールと、やっぱり大晦日といったらですね、年越し、こちらですね、年越し五目あんかけ焼きそばですね。いつもうちの地元のコンビニあっちんだよな。今年も1年お疲れ様でした。飲み納め900戦負けて、今から走ります。しかし私のですか、9万買っちゃったんで。今やようやく用事が終わりまして、今から地元戻ってパチンコ打ちまーす。皆さん明けまして
おめでとうございます。ですね、西暦が2023年になりました。1月1日でございます。はい、これからですね、初詣に行くことになりまして、何を、ね、願おうかなちょっと考えてるんですけど、やっぱり、ね、今年はね、万枚あわよくばコンプリート機能発動、ちょっとバルブウェーブで狙っていきたいと思うので、それをちょっとお願いしていこうかな。その後に初打ちしていきたいと思いまーす。お年玉八屋さん頼むよ。今12時なんですけども、初詣お参りして地元戻ってきて、今から打ちます。お疲れ様です。今1時なんですけど、新年初打ちは、窓間際の反逆でした。まさか反逆が一番最初に打つ機種になると思わなかったですけどもね。結果は天井まで行ってラッシュ入らず6戦負け。僕らしい最初って感じですね。どうかっていう、お疲れ様です。結果はですね、結局デビルマンで4戦負けて、今日プラマイゼロです。なんか先月1日でスマスロで9万負けたり、1週間で16万負けたりしたから、なんかすごい心が穏やかです。今日はですね、この前のカラオケでなんか サウナみてえな、でもすんごい曇ってるの、サウナにいるみてえだな。サウナみたいな感じだったんで、それでちょっとなんかそれあやかってってんじゃないですけど、特製カレーライスサウナ飯って気になったんで食べていきたいのと、あとこれもなんかよくわかんないですね。麦とジャスミンソーダ割り、太陽らしいです。太陽ね、僕にぴったりの言葉だと思って。難しい。やばい、熱い。ああ、やばい、すげえ、助かった、酒。本当に。いや、これ酒って助かりますね。このチャンネルを見て、一度でも、ああ、ちゃんと働かなきゃいけねえなって思った人は、高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いしまーす。暗くなった。 6% 引かねえ。あー、飲み納め出まして、おめでとう。